はい、今日はね、ブドウの方からいきましょうか。巨峰ですね、これ、どんどんね、芽が出てきてね、葉っぱがね、こうなってる、出てきたんですよ。まだちょっと花穂の方はね、見当たらないかなと思うんですけどね、もうそうですね、今、4月ですよね、4月のね、1日になってますんで、ですから、もう、月末ぐらいまではね、もう結果が出てると思いますね。おそらく、それか5月の初っ端ぐらいかな。もうそこにはね、もう、今年は実る実らないの、運命の、審判が下される時でございます。こちらはネオマスカットの方です。一番ね、期待をかけてるんですけどね、本当にね、3年寝たろうみたいな感じでね、なかなかね、これね、くせもんですね。さっさとね、こう、ね、こう花穂がバッて出てね、あ、着きましたよって言って、そういうあれをこう見せてくればいいのにね、短期晩成型なのかな、なんかね、本当にね、3年寝たろうみたいなとこあって、もう困りますね、こういう性格の子は。こちらは優秀なこの BK シードレスですね。かなりね、芽が出てきてまして、で、中にはね、ちょっと見えにくいと思うんですけどね、どうやら花穂らしいようなね、そういうのもね、見え隠れしてるんですよ。まあでも、いつも言いますように、取らぬ狸のなんとやらでね、この子も去年は3房なって順調に育っとったんですけど、結局1房で、それも酸っぱいね、もうイソップ物語の狐も呆れるぐらいのね、もう酸っぱさだったんでね、今年こそは甘くね、実ってほしいものです。こっちはブドウの鈴鹿ですね。鈴鹿の方ね、葉っぱが出てきました。葉っぱ出てきたけどね、花穂なんかはね、全然見当たらないでしょうね。まあ、仕方がないですね。これね、見てください。バラのね、初めて買いましたね、ダブルデライトね。これ、あれかな、つぼみなんかなと思うんですけどね。よーく見るとね、他のところもね、それらしくね、全長あるんですよ。全長はね、だいたいこんな風にしてこう、実ってますっていうか、成長してますんで、ですから、これはね、ちょっとね、楽しみかなって思います。こちらはマスカット、シャインマスカットですね。シャインマスカットですけどね、これもどうかな。花穂はつかないんだろうと思いますけどね。こちらはナイアガラの、ナイアガラの方もね、葉っぱがね、いっぱい出てきまして、もう芽もすごくてね、もうこんなんですよ。めめめめめめっていう感じです。めめめめめめっていう感じです。たくさん出てきて、今年も実ってくれるであろうというふうに期待してますよね。まだ花穂の方はね、まだ出てないかな。それらしき兆候はあるんですけどね、まだちょっと早いからなんですね。まあ、4月の1日ですんでね、もうあと1月頑張ってもらったら、花芽がね、結構たくさんつくと思います。ニューナイアガラの方もね、これね、芽がね、出てますね。まあ、これは好調だと思います。こちらはヒムロッドシードレスです。これはね、遅いんですよ。毎年遅かったと思うんですけどね、反応はね、少しね、いまいちなんです。で、まだ父親譲りのね、デラウェアの木、日本は、まだ芽は吹いてません。だから、まだ地中深くね、根を張って、根の温度が達してないんでしょうね。だからね、反応がないんですよ。鉢植えの方は、結構、あったかくなるんで、すぐね、こうやって出ると思うんですけどね、ヒムロッドシードレス。でもこの子はね、優秀な子なんでね、もうすぐにね、芽吹いてね、花穂がついて実ると思います。団地さくらんぼの強烈なこと、これね、いっぱいなんですよ。いっぱいいっぱい、ここもね、いっぱいね、こっちもね、いっぱいね、なんですよ。まあでもね、これ全部なったからってね、全部なってると思ってね、喜んでたら大間違いなんですよ。もう見事ね、落ちるんですよ、これ。見ててください。どうなんかね、まあ、30個になったらまあいいかなと思うんですけどね。もう3年目かな、ですしね。
去年も、ね、少しなったんですけど、3年目やから3年目かはやっぱ 本命だろうからね、ちょっと期待をかけておりますが、はい、もう葉っぱがこんなんで、1回ぐらい、防虫でね、消毒せ殺虫剤をね、かけとけんかった、農薬かけとけんかったらあかんかもわかりません。もちろんその時はね、身を切りつけますよ。新聞とかそういうのね、引いて、かからないように。まあ、かかってもね、仮にかかっても1ヶ月ぐらいで、薬効は切れますから、ということらしいんでね、それはそうですけども、よく洗って食べたら問題ないと思いますけどね。まあ、一応も、できるだけ農薬ない方がね、いいので、そうさせていただいてます。いちじくの門田ですけどね、こう実がね、もう、なってると言いますか、これ花ですね。いちじくの花ですね。花がね、ついてるんですよ。で、これが大きくなって、おそらくそうですね、5月ぐらいになったら食べれるんじゃないかなと思いますけどね。鉢目の方もですね、花がっていうかね、いちじくの場合はね、実ですよね。実質実ですね。実がね、ついてきてるんです、これ。この辺がね、やっぱりね、門田の方優秀なところで、放散性、たくさんね、できるという点だと思います。これはイチジクのセレストの方です。セレストの方もね、これ花が、というか実がね、ついてきてるんですよ、もう。早いもんですね。はい、今日もね、たくさんの方にご覧いただきまして、誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また、皆さんとね、このチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、ごきげんよう。さようなら。